はい、どうも皆さんこんにちは、よしろです。本日はですね、またまた、コメント欄でね、要望のあった内容について解説していきたいと思います。はい、題して、メンバー関係なし勝てるオーダーの組み方ということでですね、今回はですねオーダーの組み方をですね、紹介していきたいと思います。まあね、強い選手っていうのは大体ポジションごとでね、こう決まりがちじゃないのと、まあ、持っていないっていう場合はね、もう変な選手使うしかないよっていうね、ご意見あるかと思います。変な選手、まあ、変な選手はいないんですけども、まあですね、まあ、選手がまだオーダーでこうあまり強くないよ、まあ、そういった人のね、要望がこういった動画にはね、あの需要あるかなっていうところで、まあ、僕がね1年リアタイをしてみて、いろいろな、まあ、知識を応用して、まあ、自分なりにねこんな感じがいいんじゃないかなっていう、オーダーの組み方をね紹介していきたいと思います。まあ、今所持している選手をですね最大限の力を発揮できるベストメンバーをね、今回見ていこうと思います。でですね、まあやはりねこう大前提としてですね、まあレベルはマックスであるっていうところとですね、まあ多少の幻突なんでスピリッツが高い選手っていうのが大前提になります。まあスピが低すぎないことですね。今で言ったら、まあ3400以下だとちょっと厳しいので、で相手投手とねこう200差ができてしまうと、こうかなりねステータス下がってしまって、もうヒットになるものがならなかったりもするので、ちょっとここはねスピリッツについては低すぎないっていうところがねちょっと必要かなと思います。で特能の方なんですけども、こちらねもうできればレベル3以上つけていただければいいかなと思います。で走塁とかね固め打ちっていうところはまあ発動する機会っていうのはね少ないかもしれないので、こちらの場合はねレベル1でも最悪 OK なので、こう超高額打法とかね、アーティスト、まあ、パワーヒッターとか結構需要のある特能については最悪レベル3まではね上げているっていうことをまずは、してください。でですね、まあ、スピリッツってこう気にした方がいいのかっていう、まあ、質問もね、よくありましたんで、ちょっとここをお伝えすると、まあ、結論ね気にしなくていいです。はい、でピッチャーに関してねこう B ランク投手でも A ランク投手でもこれ変化量マイナス1までしかされないので、まあ、ここはね心配いらないかなと思います。まあ、打者能力もね純正相手だとねこう12球団でコンボ組んでもどっちみち下がるので、まあこうそんなにねこうリアタイにおいてねスピリッツっていうのはねそれまで気にしなくていいかなと思います。まあ純正ぐらいはねやるなら、まあこだわってもいい数字かなと思います。まあ、組めないのなら全く気にしない。まあ B ランク投手 A ランク投手を入れる人もね、かなり多くいますので、まあ、スピリッツに関しては、気にしなくてもいいと思います。はい、それではね選手の選定の基準についてね私が、解説していきたいと思います。その次にね、打順の組み方なんかもね解説していこうと思います。で最後に、まあ、私のオーダーの、見ていきながら、まあ、オーダーの例といったところで、で他の人のねデータを見ながら、まあ、私だったらこうやって組むよっていう一例もね、最後見せていけたらいいかなと思います。はい、それではメンバー選定の基準ですね、投手からいきましょう。まあまず最初に投手の場合はですね、まあ、ツーシームを持っているかっていうところを私は気にします。まあね打つ側も本当にツーシーム持ってるか持ってないかっていうのはね多分まず最初に気にするとこかと思いますので、やっぱりツーシームがあるかないかっていうのはね非常に投手を使う上では大事な基準になるかなと思います。でその次にですね、まあ、球速が速いか、球威はどんぐらいあるかっていうのをね気にしますね。球速がね速いっていうだけでも、かなりね相手はねこう打ちづらいというか、まあ、詰まった当たりをね、打ってしまう確率が高いので、まあ、大谷投手ツーシーム持ってないんですけども結構ストレートね速いのでこう詰まったりね、することがあります。デラロサ投手もそうですね、まあ、ツーシーム持ってますけど、まあ、かなりねストレートでも押せるピッチャーはねやっぱり球速が速いピッチャーは使える印象がありますので、僕はここ結構気にします。でその次ですね、球種を、見ます単純に球種が多いとか、まあ、見分けのつきにくい球種、まあ、2種類あるかどうか、まあ、スラカットとか、ツーシームスプリットとか、まあ、シンカー持ってるかとか、で決め球があるかとかっていうところをね気にしています。その次ですね、特能です。はい、ここはね打者とも共通するところなんですけども、ピッチャーの場合は、まあ、タイピン超タイピンとかタイピン持っているかっていうところを、まず見ます。で強くない球種でもね、あの変化量が変わるっていうだけでもね、あの猛者の方とか相手の打者はね打ちづらいと思いますので、もうタイピンがあるかないかはね結構僕は重要かなと思います。であとはキレコントロールとか、あとは強打者なんかもね相手の能力を落とすので、まあ、かなり強い、特能になってます。はい、で3ステね、あの旧イスタミナコントロールかの、3ステはねそこまで気にしなくてもいいかなと
思います。コントロールある程度あった方がいいかなぐらいで、本当に3ステは気にしなくていいかなと思います。で、中継ぎ抑えですね。ちょっと今まで話したところはこう投手全体の話だったんですけども、中継ぎ抑えっていうところはね、こう超対ピンチ持っているかっていう投手を僕はまず選定しています。宮西さんとか中川さん、松永投手、高梨さんとかもね結構僕は強いかなと思います。あとはモイネロ投手ですね。まあこういった超対ピンチ、まあピンチ時に使えるピッチャーっていうのはまず一人欲しいかなっていうところで入れます。あとはタイピンなしでも強い選手、まあなんで単純にタイピンなくても最初から強いよっていう、まあ松井裕樹選手とか、山本由伸選手とか、石川選手などがね、僕はいいかなと思います。なんでまあタイピン持ってる選手と持ってない選手、まあ一人ずつぐらいはね入れるのが一番いいかなと思います。はい、次に野手の選定ですね。まあこちらのがね皆さん多分気になるところかと思います。はい、私のじゃあ選定基準ですね、上から言っていきたいと思います。僕はまず第一に弾道、はい、こちらを気にするようにしています。僕はね完全にアーティスト信者なので、本当にアーティストを持ってるっていうだけで僕は打線というかオーダーに入れるようにしています。で、ね、アーティストがまあ足りない場合はパワーヒッターか、ラインドライブになってます。高弾道よりね僕はラインドライブの方が強いかなと思うんで、まあ優先順位でいくとアーティスト、パワーヒッター、ラインドライブっていう感じですかね。こういった優先順位で、選手の方を見ています。はい、次に徳野です。はい、徳野はねやっぱりバッターは超広角打法、まあ広角打法っていうのが一番強いので僕はここも見ています。まああとはアーティストとか、走塁とかね、まあ、走塁僕結構好きなんですよね。やっぱりこうギリギリの試合でヒット1本打っただけでこう二塁行ってくれたり、次の塁をね狙ってくれるので僕は走塁結構好きなんでね、走塁を持ってる選手はね結構優先したりします。はい、次に守備能力ですね。こちらは裏捨ても含んだ守備能力になります。はい、裏捨てっていうのは肩とかスローイングとか捕球っていうところの、まあ、裏捨て3つのところもかなり守備能力にね影響しているので、裏捨てもかなり、重要になります。で、メインポジションのね評価なんですけども、こちら D と Cっていうのもだいぶ違っていて、あとは C と B も全然違うんですね。で、B と A はね、そんな変わらない印象があります。なので、もう本当に最低限 C で、やっぱり活躍というか、まあ、守備のやっぱ能力を求めるんであれば B 欲しいかなと、B 以上欲しいかなと思います。はい。で、次に打順の組み方になりますね。打順の組み方はね、本当に特能とか、打ちやすい選手っていうところで、ね、まあ、本当に人によって多種多様な、部分になりますので、ここはね、本当に、最低限こうした方がいいじゃないかっていうところと、まあ、おすすめの打順の組み方っていうのをね、紹介していきたいと思います。はい。まず第一にですね、特能のバランスですね。特殊能力っていうのはですね、もう、絶対に発動しない場面っていうのが、こう、打順でどうしてもあるので、まあ、ここはまず気にする必要があるかなと思います。はい、でチャンスメーカーっていう特殊能力ですね。こちらはですね一番打者が一番おすすめです。もう本当にランナーいない時に発動するので、チャンスメーカーはまず一番打者に、してください。で次にですね固め打ちですね。こう固め打ちをね 1,2,3 番あたりにですね、置いておけば仮にこう打順がね1周して2周目回ってきた時にかなり打ちやすくなるようになりますので、まあ、固め打ちはね僕結構 1,2,3 番あたりにね、置くようにしています。で次にねチャンス持ちですね。チャンス持ちはね、まあ僕のおすすめは3番以降ですね。3番以降に必ず置いておかないと、ランナーがね、2塁か3塁にいないと発動しないので、まあチャンス持ちはね、3番以降がいいかなと思います。で、あとは左右打者の、バランスですね。僕はね、ジグザグ打線をね、いつも組んでるんですけども、まあこれはね、右左どういったピッチャーにも対応できるように、僕はジグザグ打線をまず組むようにしています。はい。あとはね、右打者多めとか、左打者多め、オール右、オール左でもね、いいと思いますので、まあ、ここら辺はね皆さんの、まあ、楽しみ方の一つでもありますので、僕のおすすめはジグザグ打線になっております。はい、その次にですね気持ち的に打ちやすい選手をね最初の方に僕は並べますね。打順の場合は、まあ、さっき言った大谷選手とか柳田選手とかが僕は好きなので、最初の方に入れます。あとはねベンチ枠をフル活用しましょうというところになります。最後、はい、どこかのねポジションで守備に穴がある場合はこう A ランクのね、選手を出してそこに代打を出して守
守備能力の低い選手にね、最後の回、変えていくっていうのが、僕はおすすめの使い方になります。でね、ここのベンチの使い方はね、最後、今からオーダーを組みながら、お話ししていこうと思います。はい、これが、今の僕のオーダー、リアタイのオーダーになっております。で、まぁ、ちょっと守備能力をね、ちょっと見ていただくと、大谷選手がね、レフト、B で、柳田選手 C なので、ちょっとここね、怪しいんじゃないかなっていうところはあるんですけども、僕はね、どうしても、こう、打撃をね、重視したいので、僕ね、長身のアーティストのバッターが一番好きなので、大谷さんと柳田さんはね、もうどうしても外せない。まあ、またね、守備重視のオーダーっていうのはね、別であって、はい、こんな感じで、オール AB にはできるので、一応守備はね、重視しようと思えばできます。まあ、こういうね、守備重視のね、オーダーは大会とかで僕は扱うようにしてるので、僕は基本的に打撃重視になります。で、さっきも言ったんですけども、こう、僕は打ちやすい選手をね、優先したいので、まあ、打ちやすい選手で、守備、結果どんなぐらいの適性になるのかっていうのを見ています。ここはね、完全に好みなので、いいかなと思いますけども。で、見ていただくとですね、ほとんどの選手、広角がついています。王さんぐらいですね。王さんもね、もうパワーありすぎて、ほぼ超広角と一緒なので、全く問題ないので、もう全員広角持ちぐらいですね。で、さっき言っていた、こう、ベンチ枠ですね。僕、右、左、両方アーティストを用意していて、右バッターであれば、田村さんを、使っていて、左であれば、こう、チャンスであれば、前田さん。で、タイピンチ外そうとしたら、吉田正尚さんとか、キャッチャーのところで使って、で、森選手を、その交代後に、投入するという感じになります。で、打順ですね。打順は大谷さんが1番、2番坂本さん、3番柳田さん、落合さん4番、王さん5番、のりさん6番、7番丸さん、8番浅村さん、9番、まあ代打枠ですけども、捕手解散。っていうところになります。で、もう一度言いますけど、これジグザグ打線で組んでいます。はい。まあね、右で打った後って割と左で打ちたくなったり、左で打った後って右で打ちたくなったりするので、僕はもうね、もう永遠にジグザグ打線をね、組むかと思っています。はい。あとはね、打ちやすい選手とさっきも言った、坂本さんはね、固め打ち持ってるんで、2番に入れています。はい、投手の方ですね。投手の方も結構申し分ないというか、まあ結構僕は自信のあるオーダーになっていて、で、中継ぎは宮西さん、モイネロさんね結構強いので、僕はここモイネロさんにしていて、あとはさっきも言ったタイピンがなくても強い選手ですね。石川さんと松井裕樹選手を入れています。で、抑えはね、佐々木さんと、あと菅野さんもね、僕持っているので、ダルビッシュセレクションの菅野さんですね。持ってるんで、ここはね、結構入れ替えたりします。といったところでですね、僕のオーダーの紹介になりました。はい。次、まあ、別のデータでね、組んだ例っていうのを見ていきたいと思います。じゃあ、ミモザくんのね、オーダーをね、ちょっと例に挙げて、打線というか、オーダーの方を組んでいきたいと思います。そうですね、まあ、十分強いオーダーではあるんですけども、ビシエド選手、まあ、守備適性もいいので、で、特能も上げてるのか。はい。というところで、まあ、ビシエド選手でもいいんですけども、僕は、山川選手、アーティストを優先したいので、一塁に、山川選手を置きます。キャッチャー2人いらないですね、これ。守備能力高い方で、もう代打出したいんで、ここは守備能力高い方でいいかな。で、いないね。いないっすね。亀井さん。まあ、ここはですね、まあ、レベルがね、幻突全然できてない人は、得の上げてる人でいいですかね。まあ、いないので、一応ここは、亀井選手入れときます。で、センターが、これ、丸さん強いけど、センターギータにして、あ、この方がいいですね。この方がいい。うん。丸さんもね、守備 A になってないんで別にいいかなっていうと、バッティング優先したいんで僕は、はい、ここはこうします。で、打順なんですけども、吉田正尚選手固め打ちなんで1番のままでいいと。で、ギータもこれアニバのギータなんで、上位打線組んでもいいんですけど、僕ジグザグがいいので山川さん2番にします。はい。で、4番聖也、うーん、4番浅村だな。で、右が、左がもういないんで、ここは聖也5番、岡本選手6番、こんな感じですね。はい。これで僕だったら組みます、打線は。本当はね、ジグザグがいいんですけど、はい。ピッチャーですね。まあ、ピッチャーこの人強いっすね。かなり、中継ぎがかなり優秀だ、これは。で、先発も申し分ないというところで、まあ、このままでいいかな。うん。
はい、以上オーダーになります。他の人のオーダーね、組んでみた例になります。はい、以上がですね、私が考える、オーダーの組み方でございました。まあ、オーダーの組み方っていうのはね、本当に正解は別にないところではあります。使ってみたい選手とかね、使ったことない、ベンチにいる控えの選手とかをね、使うっていうのも本当に楽しみの一つでありますので、まあ、皆さんがね使っていてこう楽しいよっていうオーダーがね、やっぱり一番いいかなと思いますので、今回の動画は本当に参考程度に、していただいて、まあ、最低限ね僕が言ったポイントについては、皆さん取り入れるようにしていただければいいかなと思いますので、まあ、皆さんねぜひとも、まあ、楽しくねオーダー方を組んでいただいて、リアタイの方をね充実させていただければいいかなと思うところでございますので、今回の動画終わりたいと思います。今回の動画もね良かったよっていう場合は高評価、そしてチャンネル登録の方をお願いいたします。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。